では亀中選手、今回初防衛戦ですが、横におられる挑戦者の鶴田選手とご自身ではどちらの方が強いと思われますか？そんなもん俺に決まっとるやろ。こいつなんか1ラウンドで試合終わらしてるな。お前何調子こいてんだこの野郎。1ラウンドで終わるな。お前が負けて終わるんだよこの野郎。ちょっとじゃボケ。お前なんかな、1ラウンド目が終わる前に神の怒りに触れ爆発して死ねこの野郎。何やどこだ。この野郎、離れてください、離れてください、離れて離れて。では気を取り直して、亀中選手は自分の強さに絶対の自信を持つようですが、亀中選手とゴリラではどちらが強いと思いますか？俺が一番強いんや。お前ふざけたこと言ってんだよこの野郎。何や文句あんのか。お前なんかな、突然変異の巨大ゴリラにものすごい勢いで投げられて爆発して死ねこの野郎。何やどこだ。離れてください、離れて離れて。お前の言葉選びちょっとおかしいぞ。ボクサーそんなん言わへんねん。では気を取り直して、亀中選手とヒグマだったらどちらが強いと思いますか？これ何の質問やねん。俺が一番強いんや。お前ふざけたこと言ってんだよこの野郎。何や文句あんのか。お前なんかな、ヒグマを聖なる動物と崇める村人に捕まり、村の御神木に生贄として吊るされて、最終的に爆発して死ねばだろ。お前死に方爆発しか知らんのか。なんだこの野郎。離れてください、離れてください、離れて離れて。自分の力で倒そうとせえよ。では気を取り直して、猫とハムスターではどっちが可愛いと思いますか？関係ないやんけ。あとお前二択すっきゃな。お前ふざけたこと言ってんだよこの野郎。いや文句あんのか。お前なんかな、可愛いの聖地原宿の檻に閉じ込められて、可愛いって何なんだろうっていう答えの出ない自問自答で頭がいっぱいになって、今日も元気に爆発して死ねばだろ。今日も元気にって何だね。なんだこの野郎。離れてください、離れてください、離れて離れて。あと原宿の檻って何ですか？お前ふざけたこと言ってんだよこの野郎。何やねん。お前なんかな、死ねえ。あんまり死ねとか言うなよ。一番言ったらあかん人に向かって、なんでそんなことばっか言うの。口に出す前によく考えよ。みんなも思いやりの心大事やで。どうもありがとうございました。